直詞巻は奈良時代の日本において文武天皇の直詞により開発が始まった牧場であり馬司などが用いる群馬などの供給源とされた。見巻とも、寒巻には他に諸国巻、金土木が存在した。日本では古墳時代に古墳の副葬品としてバグが見られることからこの頃に乗馬文化が導入され軍事的利用される馬の育成は 日本列島の各地へ広まり、特に東国において分布が拡大する。大和王県では、水古町の頃には馬を管理する官職が存在しており、機内の有力豪族により馬産が行われていた。地方においても、在地市長による乗用馬の生産が行われ、律令制下には中央への組めが行われるようになった。直島機は、奈良時代後期に、 牧の管理を請け負ってきた兵部省から分離独立する形で新たに設定されるようになったと考えられている。この時期には、両政国やそこに設置された牧からの馬の組が滞りがちとなり、さらに大上官において、軍権を握った最高責任者の藤原麻丸が乱を起こすなど、天皇を守るための直轄の軍備の必要性が唱えられた時期であった。 このために当初は、天皇直属の馬屋を管理していたうち、馬屋寮の下に置かれていた。演技式によれば、直島木は品の、海、上野、武蔵の、慶四カ国に設置され、全二カ国は、左馬塚笹、後二カ国は、右馬塚笹の管轄下であった。なお、上平年間には武蔵国で二カ所が増設されている。なお、追加されたに僕は、うたい 呂善院の所持していた牧が直芝牧に編入されたと言われている。特に、うたいは、品の武蔵領国を分国として、国芝の任免権にも関与していたと言われているために、直芝牧の経営に何らかの関与したとする見方もある。これらの牧は、各両政国ごとに牧館が設置され、在庁管理が、 中央官庁より一定の任期を持って任命されて、馬まつか及び兵部省によって、近代状況が監督されていたと考えられている。毎年8月には、直島期から中央に、久米献身の儀式である駒引きが行われ、毎年に1 4 0匹が、朝廷に献上されて、平安京周辺に、馬まつが設定した使用木に預けられて、公務の必要に応じて利用されたほか、 国業やこの絵譜などに歌詞される場合もあった。天行の乱などによる軍事的緊張が高まった10世紀前半に一番の充実が図られたと言われているが、その後推微した。ただし、その後も馬津傘の荘園や牧場として鎌倉木まで残されたほか、末期間や別当を務めた在庁管理の中には武士として成長するものもあり。 シナの五木の牧官とも伝えられるシゲノシバツ流には、シナの少量種から近世大名化した真田氏がいる。また、シナの十六牧の筆頭とされる、モ月の牧を支配したモ月氏の支流は、使用牧のあった黄河の地で、黄河五十三や筆頭の大見モ月氏となる。ありがとうございます。